国税不服審判所は財務省設置法第22条に基づき国税庁に設置される特別の機関である。国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する採決を行う第78条第1項。国税不服審判所は本部及び各国税局の所在地に対応した12の支部で構成される。 支部、支所国税審判所本部は、全国12の支部を統括し、審判所全体の管理、運営や、各支部に継続した個別事件の処理に関する、助言指導等の事務を行っている。行政審判機関としての性格や、国税庁に対する中立性、第三者性保持の観点から、国税不服審判所本部所長には裁判官から出向する。 国税不服審判所本部所長の下で働く国税不服審判所次長は財務省本省歴代国税不服審判所長裁判官から出向するのが通例である国税不服審判所長は政令で規定される指定職5号の役職である歴代国税不服審判所次長国税不服審判所次長は政令で規定される指定職2号の役職である 主席国税審判官と同様である。検察官から出向するのが通例である。東京国税不服審判所次席国税審判官は、財務省本省または財務省の外局である国税庁。裁判官から出向するのが通例である。大阪国税不服審判所次席国税審判官は、財務省本省または財務省の外局である国税庁。 各支部の国税不服審判所長は財務省本省または財務省の外局である国税庁主席国税審判官は政令で規定される指定職2号の役職である国税審判官は税務所長級国税副審判官は副所長級国税審査官は統括官級または上席級このほか本部及び主要支部に 裁判官または検察官からの出向者が若干名配置されているは検察官からの出向者と同じく検事となるのが例である。札幌国税不服審判所長仙台国税不服審判所長関東新越国税不服審判所長東京国税不服審判所長金沢国税不服審判所長名古屋国税 不服審判所長大阪国税不服審判所長広島国税不服審判所長高松国税不服審判所長福岡国税不服審判所長熊本国税不服審判所長国税不服審判所沖縄事務所長まずはじめに各支部に配置された国税審判官が担当審判官1名及び参加審判官2名からなる合議体を構成して 審査請求事件の調査、審理を行い、審査請求に対する判断を示した議決をする。国税不服審判所長がこの議決に基づいて採決をする。もっとも実際の採決権は内部規定で各支部の国税不服審判所長に委任されており、いわゆる専決処理がされている。財務省庁舎内にある国税審判所本部からは採決に至る 各段階において、各支部に継続した個別事件の処理に関する助言指導等がされる。そして、国税不服審判所長が1、国税庁長官通達の解釈と異なる解釈により採決をするに、他の国税にかかる処分を行う際における法令解釈の重要な先例となると認められる採決をする場合において、これが審査請求人の主張を容認するものであり、かつ、 国税庁長官が相当と認める場合を除き、国税庁長官から意見を求められた事項について、国税審査分科会が調査審議する。財務省設置法の規定により、平成13年1月国税庁に設置された。国税審議会委員のうち、財務大臣が指名した委員で組織する。下記に事例として、令和2年における国税審査分科会の構成を記載する。 事務局として国税庁からは長官、次長、審議官、課税部長、徴収部長、調査査察部長、総務課長、人事課長等が出席する。国税不服審判所からは所長、次長等が出席する。大倉省主税局税制第三課長、早田はじめは国税不服審判所の誕生の経緯について従来から 競技団制度に対してては次のような批判が寄せられていた第一に、競技団が国税局の付属機関として、国税局長の指揮下に置かれ、しかも審査請求にあたって競技団の議決を経るのでは、あるが、採決権は、国税局長が保持する形をとっているところから、採決に対して、自家税部、調査部等のいわゆる主幹部が強い影響力を、 及ぼしているのではないかとの疑念が持たれ、このような制度のもとでは、納税者の納得を得られるような採決は期しがたいとの批判が生じていた。第二に、納税者の不服について真に個別性に応じた解決を図るためには、場合によっては通達と異なる法令の解釈を行う必要も生じるのであるが、国税局長の下に置かれ、国税庁長官の発する通達に応じえないのでは、 ないかという批判も見られた。税制調査会の税制元祖化特別部会においては、これらの情勢及び批判を踏まえつつ、慎重な検討を重ねた結果、国税庁の付属機関として、自ら採決権を有する不服審査機関を設置すべきであるという結論に達したものである。と論じている。こういったポストには、放送のご出身の方々を任命しているところで、ございます。 第5回国税審査分科会、第25回税理士分科会及び、第6回種類分科会の3、分科会合同会議平成23年度、税制改正対抗国税審査分科会の、概要等国税審議会員名簿、リサーチマップ多次化栄治教員紹介、文芸創作学科教員紹介、新人代表史公約の略歴プロフィール、慶応義塾研究者情報データベース、 で、島巻コップロフィール中空マナ学歴吉村憲久教授特集国税不服審判所の誕生大蔵省主税局税制第3課長早田はじめ国税不服審判所の成立経過月間税務実務メイ1970ボリューム2ナンバー5。ありがとうございます。